こんにちは、太極拳インストラクターの竹内健治です。今回の動画は e-learning 太極拳で使用していた24式太極拳の12番動作ガオタンバをお送りいたします。ではご覧ください。24式太極拳12番目のガオタンバを行いましょう。11番目タンビエンからガオタンバに行くには右の足をわずかに寄せます。玄武、右足重心にして鍵手を手のひらに変えます。そして左の足先をつきます。 C V になりながら右の手を押し出す。左の手には下側に針を持たせます。12番目ガオタンバ、玄武、体の前に大きなボールを抱えるような形に変えて C V、 後ろ足重心、左の肩が上がります。右の手は押し出し、左の手は丸みと針を持たせましょう。12番目ガオタンバ、玄武、右の足が少し寄ります。右足中心、鍵手が手のひら、左の足を一旦寄せ C ブーに変わります。この場合の C ブーは左のかかとが上がるタイプです。ガオタンバ、玄武、鍵手を手のひら、右足中心、左の足を突き直し C ブー、右手をゆっくり前。今回も竹内太極拳チャンネルをご覧いただき誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をお願いいたします。それではさようなら。